ドラゴンボールの、まあ、続きがあると。スーパー戦士10。あー、見た、これ見た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 、これ覚えてる。18兆。18兆。10が強すぎて、カメ、ハメでこう溜めてる時に、地球が爆発するっていう。地球が耐えられなかった。あ、僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 どうも、バキドコとグンピーです。ドラゴンボール AF とは何だったのか。お、した。ドラゴンボール AF って、調べたよね。調べた。なんか言われたよね。ドラゴンボールの、まあ、続きがあると。そう、ドラゴンボール GT とかね。うん、そうね。まだその今の、あの、まあ、回とか、スーパーとかやってる。スーパーの前に、そのドラゴンボール GT で終わっていく、実は続編があるんだ。そうなのってことで調べた、覚えがあります。まあ、今ドラゴンボールね、鳥山明さんのもう誰もが知ってるあれの、その、まあ、続編として、読んではないな。うん、あ、なんか、そう、めっちゃ、で、中学生の時かな、僕も続き見たいと思って。絵柄は見たって、ね。調べて、なんかそうね、海外でなんか放送されてるけど。放送なんだけど、なんか同人誌、わかんない。どうなんだっけ、なんかいろんなあれが、とりあえず見れてはないな。うん、そうですね。うん。アフターフューチャーの略でしょ。ああ。一応ね、AF っていうともう本当に皆さん。アフターチャンネルなんだからって、マキドチャンネルが作った勝手なやつと思うかもしれないけど、アフターフューチャーですからね。そうね、そう聞いてた。アナルファックではありませんね。いいんだよ、言わなくて。違うんだから言わなくていい。うん。まあ、ちょっとキャラクターとか、こんなのがいるんですよ。ああ、知らない。ああ、見ていきますか。はい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 。まず、こちら。あれ。ああ、見たことある。これ見たことあるわ。こちらは、スーパーサイヤ人5。5? 5か。これ5なんですよ。そうか、GT で4まで出てきて、その次。あ、次がある。これ見たね。うん、見覚えある、この絵は。はいはいはい。まず、正当進化って感じ。この画像が、まずパンと出てきたらしくて、あ、じゃあもう絶対続きあるじゃん。っていう。ちゃんとね、そうだそうだ。これはきっかけに一気に広まったと。はい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 。で、一応これ、戦闘力も、ありまして。はい、このスーパーサイヤ人5の戦闘力が、4兆。4兆すごいな、ウィーザーが53万でした。はいはい、53万で、4兆。5から、まだまだパワーアップしていきます。あら、まだ。スーパーサイヤ人6。いいぞ。これで終わりません。うん、さらにスーパーサイヤ人パワーアップします。こちら、スーパーサイヤ人7ですね。あ、7。インフレ続く。白と金髪混じって。スーパーサイヤ人の壁はこれでは止まりません。なんだその。さらにパワーアップします。まだあったっけ。スーパーサイヤ人8。ガラリと変わって。見たかも、これも。服のね、なんか、趣味も変わって。ね、これで終わりと、お思いですか。スーパーサイヤ人はまだまだパワーアップするんです。敵いるか止まりません。戦う奴がいないよ。敵が。壁はございません。スーパーサイヤ人9。9だわ。頭に陰謀みたいなのついてる。そうです。陰謀確かにね、くちゃくちゃってなって。S っていうね。S。でもちょっと、だから最初の、6か。6ぐらいにちょっと闇落ちに戻った気がする。そうだね。なんかそうだね。ずっと、なんか悟空じゃない、2分行って悟空行って、みたいな。そう、6で闇落ちして、7でもう一回キリッとして、8で全く趣味変わって、9でまた闇落ちして、みたいな。繰り返してません？パワーすごいんですよ。スーパーサイヤ人の血っていうのは。はい。いや、それは知ってますよ。獣に近いような力ですから、どんどん力が上がれば上がるほど、それをまあ抑制するか、それに飲まれるか、そんな戦いになってもね、来るわけですよ。で、いよいよ、このスーパーサイヤ人、最終形態があります。もう頂点。スーパーサイヤ人を極めた存在。来た。それが、こちら、スーパーサイヤ人10。あー、見た！これ見た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 。戦闘力。18兆。18兆。でもそうね、ちゃんと最初の道着着てるもんね、僕の。尻尾もあって。ミュウツーみたいな感じもあるの。ああ、ほんとだ。これは覚えてるな。10だったからだけど、一番強いのがこれだみたいなのを見た気がする。そうね、なんか今までと違うと思った覚えはある。まがまがしいパワーですね。
はい、というわけで、まあ、スーパーサイズの変化、うん、見てもらったんですけど。あ、もうこいつで最後だ、はい、なんか、最後、飲まれて終わっちゃってないこれ。確かに。悟空らしさ失って終わった。失って終わってるな。な俺が聞いたのは、うん、その、なんだ、天が強すぎて、うん、戦闘力強すぎて、うん、カメハメハを、うん、こう溜めてる、カメ、うん、ハメでこう溜めてる時に、うん、もう強すぎて、地球が爆発するっていう。地球が耐えられなかった。まだ歯してないのに。歯してないのに。ハメハメで地球バーンって、うん。ここのバーで。で、ハーってなったぐらい強いって聞いた。うん、どうすんのそれ。そう。うん。試して星壊しちゃうぐらい強い。うん。で、ドラゴンボールのキャラクター、うん、これ悟空だけではございません。うん。他のキャラクターも、ZGT よりもさらにパワーアップした姿が、あ、もちろんそうか、AF、はいはいはい。まあ、例えばこちら。あ、ベジータ。ベジータのスーパーサイズ3形態ですね。ああ、そっか、はい。ドラゴンボール ZGT では3見えなかったんですけど、こうやって。そっかそっか。2で GT で4だけやって、はい、3やってないんだ。今3になるんですか、こいつ。あとから。うん。だって、悟空はもう4とかになってあったのに、うん、今3になるって、ちょっと一周、周回遅れてるか。そうね。うん。まあ、悟空のライバルですから、ちょっとね、もう追っかけていくの、うん、で、もちろん、ベジータもさらにパワーアップしますので、うん、こちらですね。5ですね。あ、5か。あれ、4飛ばした。まあ、4はあるから。GT でね、なってたら。GT であるから、そうか。まあ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 、5はなんかまあ、うん、3っぽい。うん、そうですね。なんか、伸ばして、銀髪で。そうね。後ろに。スーパーサイジン、ご飯。ご飯。あ、ご飯。ご飯もパワーアップします。あれ、うん、ベジータも5で終わり？あ、ってことか。そうね、悟空天まで行ってたよ。まあまあ、ご飯、ちょっと見てみました、ね。ご飯？え？ご飯。まあ、3に。うん、近いな。うん、わかんない。かなり悟空。そうね、ご飯って言われなきゃわかんないの。ご飯もね、ただ本編では2で止まっちゃってましたけど。はいはいはい、ああ、そうか。はい。AF では、3にもなって、さらにパワーアップしてます。サイヤ人、他にもパワーアップします。うん、他誰だ？ナッパ。え？ナッパ生き返るんだ。ナッパもついに、ああ、生き返った上で。サイヤ人になります。ああ、スーパーサイヤ人になってる。へえ。そっか。これは何だろう？坊主だけど、金色になってる状態が最初のスーパーサイヤ人なのかな？そうですね、1ですね、いわゆる。はい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 。で、そっか、2、3で毛が生える。はい、毛も生えてきた。毛も生える、羨ましいね。毛が生えるの。ああ、そういうことなのか。そうなんだね。スーパーサイヤ人、まだまだ、どんどんみんなキャラクターパワーアップしていきます。はい。こちらのキャラクターも。ああ、え？クリリンですね。クリリンだって、地球人じゃん。いやもう、クリリンもいよいよ地球人の壁を突破して。突破しないよ。突破するんだ。元がサイヤ人だからなったんですよ、みんな、悟空とか。いや、もうそれもどんどん壁を破壊していくのがドラゴンボールですから。AF ですからね。確かに。ああ、確かにこの辺そうね、勝手に日本が見てないとこでやってるのかなって。確かに、うん。クリリンがなれってことはもちろん、ヤムチャだってなれます。ああ、ヤムチャか、これ。ヤムチャも？ヤムチャね、ZGT では、ちょっと負け役多かったですけど。うん、そうよ。ヤムチャこうなるんだ。なんか、ヤムチャが負けるぐらい早い。そうね。ヤムチャが負けるぐらい早い。みんな、スーパーサイズになると、個性がなくなってくね、みんな。そうですね。確かにそうね。一緒になってく。まあもう、味方キャラだけでもないです。うん。敵キャラだってパワーアップしますから。うん。セルモン。はぁ。うわぁ、ひどいな。そうですね。やっぱ同人誌って感じしてくるね。うん。他にも魔人ブーもね。あ、サイヤ人、もうサイヤ状態みたいな感じに、うん、みんなできるようになるのかな。しかもこれ何がこうなってんのこれ。皮膚だよね、多分。皮膚が。うん、皮膚だよね。そして、うん、ドラゴンボール、うん、いろんな技の中に、はい、フュージョンという、うん、技ありましたね。これ嬉しい。そうよ、うん、まあ悟空とベジータが合体して、うん、ゴジータ、うん、ゴジータね、はい、そうだそうだ。このフュージョンAF でもさらにパワーアップします。うん、まずは、悟空とご飯、うん、そして、ベジータとトランクス、うん。この4人が合体します。え ?2 人じゃなくて4人。4人が、4人でフュージョン。トム・ブラウンさんじゃないですか。合体悟空、トランクス、ベジータ、ミソラヒマリさん。ミソラヒマリさんが入っちゃったぞ。どうなっちゃうんだ。カメハメよーみたいなやつ。ダメー。うん。はいはいはい。4人が合体した姿がこちら。
へぇー。上に指さして。ゴジータとゴテンクスが混ざってるってことだもんね。これ名前なんだと思いますか？悟空、ご飯、ベジータ、トランクス。で、ゴジンクス？ああ、ゴジンクス。ああ、ぽい。なるほど。カカロットなのかな？カカロットのほうのトを残す。まあ、一応フュージョンなんで、まあ、ポタラとカカロットがいきますけど。ああ、そうね、ベジータ。フュージョンなんで、まあ、悟空生かしですね。あ、悟空生かしか。はい。はい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 。ベジトランゴ？ゴが入る。ベジトランゴ。ベジトランご飯。ベジトランご飯。ご飯ご飯レストランご飯みたいな。ベジトランご飯。でも惜しいですね。正解は、極ご飯ベジタンクスですね。惜しいか。ひどいひどい。極ご飯ベジタンクス。極ご飯ベジタンクス。まあ、めちゃめちゃいい名前だな。ベジタンクス。ベジタンクスいいね。他にもね、フュージョンするキャラクターいっぱいいます。うん、はい。テンさん。そうですね。と、ヤムチャ？あ、そうです。ああ、いいだろ。ヤムチャなんて。ヤムチャと天津飯のフュージョン。ヤムシンハンですね。ヤムシンハンね。はい、ヤムチャしやがって。確かに。でもゲームだと後になんかヤムハンかな。ヤムハン、ね。ゲームなんかだけで、ね、フュージョンして、はい、なんか天津飯のハゲ要素を残したかったのか、ここら辺までハゲで、ここから急に髪が生えてる。へえ。他にもいますよ。うん、これわかります。ピッコロ？あ、そう、一人はピッコロ。うんうんうん。で、悟空かな。あ、ベジータかな。ベジータです。ああ。ベッピロ、ベッコロ？ああ、ベッコロなど。おお。これ正解は、はい、ピッキータですね。ああ。ピッキータ。ピッキータか。ああ。こんなキャラもいますし、うん、敵キャラもフュージョンします。うん。うおー！ドドリアさん、そう。とってザーボン？そうです。ザーボンドドリアのフュージョンです。はあ。ドドボン。ドドボン？うん。ザボリアですね。ザボリア。リアめちゃめちゃ使いますね。昔のキャラで。そうですね。もういろんなキャラも復活して。うん、でも嬉しいね。それは。うん、というわけで、いろんなキャラクター、うん、こんなやついますよっていうのを見ていただきましたけど。ザボリアまで出るんだ。はい、うん、嬉しい。ねえ、もういろんなパーツ。いや、読めよかったな。確かに。あと、なんか僕、文章だけで見て、文字でだけ見て、その当時、絵は出てこなかったんだけど、最初の流れ、あらすじが、うん、確かなんだっけ、悟空が、父とではなく、別で子供がいたと。ああ。うん。で、それはいつかって言ったら、多分フリーザ編の時とかに実は、ナメック星で出会った女性と、悟空が寝てる間に夢の中で交わって、わ、聞いたことあるわ。で、子供を。あるあるある。別に悟空が浮気をしたわけじゃないんだけど、その夢の中で向こうはなんか特別な宇宙人で、夢の中でそういうことして身ごもることができて、みたいな。別の子がいるわ、聞いたことある。ので、なんか子供がいて、そいつが出てくるみたいな。うん。聞いたな。それは文章しか見つからなかった。うん。どうしたら見れるか分かんなかったな。うん、確かにね。当時のね、そういうサイトみたいな。うん。海外の英語ばっかりのとこ見に行って、うん。あ、これはもう手が負えない。そうね、分かんない、読めないって。うん。実はこのドラゴンボール AF。うん。はいはいはい。ないんですよ。ほう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 。うん。ドラゴンボール AF っていう、まあ、そもそも続編は、うん。この世に存在しません。え？え、同人誌として本編がないってこと？うん、同人誌もないです。え？ないです。同人誌もない？後々できましたけど、それは、後々誰かがみんなの情報をまとめて作り上げたものであって、はあはあ、そもそもドラゴンボール AF という存在は、うん、何もないんですよ。おう、え？だって海外が、要は日本とか鳥山明さんに言わずに勝手に続き作ってるみたいに聞いてたよ。うん。うん。そういうわけではないんですね。これちょっと歴史を順を追って説明していきます。はん、うん、はん。1990年代後半、もう99年、98年とかされてるんですけど、はいはいはい、まあ、日本である画像がネット上に出回ります。うん。うん、まあ、それが、これなんですよ。ファイブ。見たよ、うん。で、これがバーッと広まって、うん、ドラゴンボール続編あるの？うん。いやいや、そんなわけない。こんな絵柄じゃないもんな。うん。あれだ。
海外の人が勝手に作ったやつだ。うん。ほうほうほう。ね、勝手に作った作品で、あ、だからこの AF って書いてあるから、うん、ドラゴンボール AF っていう同人誌があるんだって、日本のネット上でめっちゃ広まります。うん。はい。うん、あ、この同人誌があるんじゃなくて、うん、この画像で、うん、同人誌があるんだっていうのが広まった。そう、広まったんです。ないのに。はい。で、誰かこれをドラゴン、スーパーサイジ5だと。うん。まあ思うわな、そうそう、うん、言い出したわけですね、うん。っていうのは日本なんですけど、はいはいはい。じゃあ海外、うん、まあ主にアメリカとかなんですけど、うん、でもこの画像が回ってまして、うん、世界的に広まったんだ。うん、アメリカは、日本で続編ができたと思ってたんですよ。うん、へぇーはい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 。そう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 。日本の新しいドラゴンの続編 AF っていうのがあって、うんうん、こういうキャラクターが出てきたんだ、うん、もしくは同人誌があるのかなっていう、うん、日本海外お互いが架空の あっちでやってるみたいって、お互いが日本はアメリカ、うん、アメリカは日本でやってるみたいって、お互いがお互いでないものをあるかのように言い合ったんだ、そう面白い、そうで、お互いがなんかいろいろ付け足していったわけなんですよ。例えばそれさっきで見せたこの、うんスーパーサイジ6とか、はい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 、はい、ね、この7とかいろいろありました、うんうん、10とか、うん、こんなあとみんながなんとなく付け足していって、うん、枠組みがだんだんできていったと、お互いの総括、こういうのがあるんじゃないみたいなことで考えていって、うん、それを、うん、あ、例えば日本でこういうのがあるんじゃないっていうのをアメリカが勘違いして、本編だと勘違いする、うん、してアメリカがそれを作ったのを日本がアメリカがやったんだって勘違いする、うん、勘違いのこのラリーで、うん、おーネットだねー、じゃあお互いに本当に別に作った人はじゃこの続き多分こんなになるような予想でしかなかったんだ。ドラゴンボールの続きが見たいという強い気持ちが生み出した、うん、架空の実態がドラゴンボール。すげードラゴンボールで祈ったかのような。七つ揃えて。続きが読みたいって言ったら声ができたのかもしれない。すごい。で、この発端となったのが本当にこのね、このスーパーサイジ5なんですけど、これまあ、諸説あるんですけど、はいはいはい、タブロスっていう、うん、なんか、オリキャラ。うん、ドラゴンボールファンの人が、うん、なんかそういう投稿の雑誌なのか、うん、それこそ自分でなのか、なんとなく勝手に考えた架空の、まあ、スーパーサイヤ人だったんですよ。うんうん、でも、この一枚がきっかけで、ブワーって世界で広がっていった。うわー、面白い。なんかネット誌に残る、なんか、ネットの広がり方というか、うん、そうですね。面白いですね、うん。で、まあ、だからストーリーも、ほぼないんですよ。だから読めないわけだ、その動画で。そうそうそう。そうだね、絵しかないんだから、はいはいはい、その中で、うん、ストーリーを考える人も出てきたわけなんですよね。なるほど、あ、きっとこうなんじゃないかって、はい、うん、それで言あったのがさっき土岡さんが言った話なんですよ。あ、悟空の知らない子供が出てくる、はい、へえ、まあ、厳密に言うと、うん、ドラゴンボール、フリーザ編終わった後、はい、ヤードラット星でどこに僕は行くんですか。はいはいはい、はい、そこで瞬間移動を教わるんだよね。そこでまあ、うん、そうですね、瞬間移動とフュージョンを教わるんですけど。ああそうだそうだ。そこに、うんうんうん、昔魔人ブー編に出てきた、うん、北南西東の海洋神がいて。ああ、もともとは4人分かれてたと。でそのうちの1人の女性の海洋神が、はい、まだ生きてて、うん、でなぜかフリーザ一味になってて、うん、でフリーザを倒した強いやつの細胞が欲しいっつって、うん、その寝込みを、まあ、襲うんじゃなくて、うん、まあ、血をこっそり抜き取って、うん、帰って作り上げたキャラクターが出てくるっていう。はぁ、それが在庫ってキャラクターなんですけど。在庫。在庫。在庫が GT 終わった後、悟空のいなくなった世界にやってきて、はい、みんなが戦っていくっていうストーリーが。あーそっか、GT 最後悟空いなくなるもんね。はい、これがだいぶ後々に、うん、まあ、出来上がったっていう感じで。ああ、ストーリーは後から。面白いなぁ。なんか、キツネにつままれたような。うん。不思議ですね。これ面白い話だ。確かに。結構中学生の時、ね、学校のパソコンの授業の時に、こっそり検索してた。わかるわ。うん。うん。だから人の数だけストーリーもあるんですよね。すごい、人生みたいな、うん。あなたが考えたストーリーも、それもドラゴンボール AF。へぇー。そう。
無限のストーリーがある。それがドラゴンボール AF でございます。じゃあ悟空と父がエッチしてさ、うん、ほらなんか出ちゃうよ、わかんなきゃ出ちゃうよっていうあの同人誌も、うん、AF ですか。違う違う、それはエロ同人AF じゃない、エロ同人、エロ同人か。18号がクリリンの頭ブルブル舐めてるの、うん、知らないそんなそれは多分エロ同人。いやパンがそのなんかオナホールでこうやったの、うん、で熱を悟空じいちゃんのスタイルの悟空が食べちゃうみたいなやつ。何それ。俺が今度同人誌だよ。AF さ、AF じゃない、そうこれも AF なんです。 AF じゃないそれは。本当にアナルファックの方かもしれないすごいぞねっていう感じのドラゴンボール AF なんですが、はい、実はもう少し続きのお話がありまして、もう一度だけ続くんじゃ、そう神戸に出てきた。なるほど。あの熱中華さんが説明したさっきのストーリーも、うん、まあ、はい、あくまで噂のストーリーでしかなかった、うん、別に AF の精子ではないんですけど、うん、これをしっかり漫画にした人がいたんですよ、うん、この噂の情報を元に、はいはい、本当にドラゴンボールそっくりの絵に描き上げて、なるほど、ね、そうブログを作って、うん、そこにまあまあ、同人のように本当に画像を上げて、うん、自分のホームページで、はい、トイブルさんっていう人なんですけど、はい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 、2006年頃、うん、はい、それをやられて、まあ、割とそれがまあ広がったりとかはあるんですけど、うん、さあこのトイブルさんっていうのが、うん、豊太郎さんっていう名前で、うん、今ドラゴンボールスーパーの漫画を描かれてます。豊太郎さん、そう別にそれがであのスカウトってわけではないんですけど、うん、あの個人でまだ同人誌書いてる時に、うん、そうその噂のやつをもとに本当にめちゃくちゃうまいドラ、うん、あのそっくりな絵で、鳥山明さんのような絵を描けるようになってるんですよね、書いててやってた方が今実際にそうなってるんだ。すごいことになってるぞ。いや熱っ、うん、ドラゴンボール多いよねそういうのさ、うん、最初のネットで流行ったやつそのまま使うみたいなさ、うん、曲の F もさ、あーマキシマさんのパー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 もあれ、うん、オートマッドだったじゃないですか、うん、めっちゃかっこいいオートマッドが実際に映画に使われたりとか、うん、でもすごいですねその柔軟性、ドラゴンボールのすげー、うん、いいなー。でまさにもう今まだジャンプで、うん、そ う, ね、そうね、スーパーは、うん、鳥山先生の意思継ぎで頑張って語っておりますし、うん、本当にドラゴンボールファンの夢を乗せて広まっていったのがこのドラゴンボール AF だったと。いやなんか熱い終わり方ですね。なんかそうだね、そうだね、 AF 嘘だったんかいと思ったけど、 AF がなかったら本物の続きができてなかったんだ。おー、すごい未来に続いたんだ、うん、すげえ。いやちょっとこれはいい話でしたね。ありがとうございます。こんなまとめていただいて、うん、いろんな事実が折り重なって本当に、あ、いや、まあ、ネット黎明期だったからできたのかもしれないね。そうだね、もっと早く解決してるだろうな、うん、うん、面白かったです、うん、みんなもアフターフューチャーを目指していこうぜ。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った校庭、フルチンで踊るチンケな童貞、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。